葵ちゃんです。はい、今日は、私の部屋の壁に飾ってあるしのぶちゃんグッズを紹介していきたいと思います。イエーイ。じゃあやっていこう。壁に飾ってあるグッズはこんな感じです。じゃあ見ていきましょう。こんな感じで大人っぽいしのぶちゃんが気に入ってて飾ってます。これはパスケースなんですけど、お母さんが一発で8個ぐらい一気に取ってくれて、しのぶちゃんをもらいました。可愛いですね。これはかなおとしのぶちゃんのラバーキーホルダーです。可愛い、2人で並ぶとすごいキュートですね。この下敷きはアニメイトで買った下敷きなんですけど、みんなの真剣な顔がもう素敵すぎて飾ってます。使えないんですよ全然。はい、次、ここら辺はお菓子の袋ですね。私お菓子の袋も結構集めてて、可愛いので飾ってます。はい、ここはねずこの、スーパラでの鬼滅コラボの時にもらったねずこのやつです。可愛いですね、気に入ってます。ダンとくるとここ、これはしのぶちゃんトップ10の時に紹介したシールです。これもねトップ10で紹介するぐらい気に入ってるシールなんです。可愛いですね。隣に来るとこんな感じですね。これは家族みんな持ってるラバーキーホルダーです。とても可愛いですね。これはポンタカードを買った時についてきたやつで、このギウさんのこの目がすっごい可愛く飾ってます。はい、ダンとくるとこんな感じでアクキーたちがダーッと並んでます。このね、ねずことかなおとしのぶちゃんのこの3人の並びがすごい好きで、すごい可愛いなと思っていつも眺めてます。はい、こんな感じで、このアクキーの中だと一番これが気に入っててですね、このキラキラしたのステンドガラスみたいな感じのやつがすごい可愛いなと思って飾ってます。でこっちに来るとねずこのスーパラでもらったやつと同じくスーパラでもらったやつですね。気に入ってて傷つけたくないので、こんな感じで透明のファイルに入れて飾ってます。横に来るとこんな感じ、ジャンプの表紙なんですけど、これも同じく気に入ってて、もう3人のこの炭治郎、禰豆子と無惨の顔がすごいかっこいいなと思ったので、もう気に入ってて飾ってます。こんな感じでも同じく透明のファイルに入れて飾ってます。隣に来るとこんな感じ、実はこれ自分で作ったやつなんですけど、可愛いので気に入ってて飾ってます。ダンとしてくると、これはポストカードですね。このポストカードも、このポーズね、このポーズめっちゃ気に入ってます。これも可愛いですね、お母さんにもらったやつです。はい、こんな感じでコルクボードの方は終わりです。隣に来るとコチョウシノブのタペストリーですね。タペストリーはこれが唯一私が持ってるやつなんですけど、可愛いので1100円でした。でちらっと隣見せるとこんな感じで5月6月のカレンダーです。全然もう過ぎてるんですけど、なんかもうしのぶちゃんとギウさんとうずいさんが乗っててもうかっこいいなと思ったので飾ってます。こっちはあれですね、可愛いです。で隣に来るとですね、これですね、これはつい最近動画に出したしのぶちゃんのフィギュアのパンフレットって感じなんですけど、2枚もらったので飾ってます。こういうの飾るときどうすればいいのか分かんないので、ぜひコメントください。こっちの押し入れはこんな感じです。これも一つずつ紹介していきましょう。はい、これはちょっと上が剥がれてるんですけど、これは和紙のファイルです。これもとても可愛くて全然使えなくて、もうなんか袋に入れたまま飾ってます。はい、こんな感じですね。これは描いてもらった絵ですね。これは缶バッジですね。この缶バッジは私よく業名とか全員通とかが出るんですけども、可愛いので飾ってます。このしのぶちゃんのでっかい缶バッジはスーパラで買ったやつです。缶バッジがたくさんあってキラキラしてる金尾も結構お気に入りです。これも可愛いですね。でこのしのぶちゃんのつばなんですけど、これは箱のランダムなやつで、
これかなって言って買って開けてみたら一発で当たったのですごい嬉しかったやつです。はい、ギユシノで飾ってありますね、缶バッジが。こっちはオバミチですね、可愛いです。はい、この色紙は煉獄さんとねずこで、これもね意外と気に入ってて飾ってます。まあこのコピーしたねずこも可愛いなって、ひなべちゃんね、欲しいです。はい、ここはこの炭治郎ねずことかね、こんな感じで可愛かったので飾りました。これもなんかちっちゃい100均に売ってた袋に入れて、あの傷つけたくないので端っこを留めてます。ダンと横に来ると鬼ですね。私は鬼の中では泣き目さんが好きです。はい、横、これはジャンプの付録についてたあのシールです。上もそうですね、気に入っているので飾ってます。この上の方に行くと炭治郎のと喜友さんのカードとこのチェキ風のやつがまた飾ってあります。これは柱たちですね。はい、ちょっとちらっとヒロアカが映ってるんですけど、まあ、好きなので飾ってます。はい、これはギユシノのシールですね。ビレ版のやつとアニメートの前にあったガチャガチャですね、このシールです。気に入ってます。はい、これも気に入ってて、このいっぱい書いてありました柱とか、個人的にこの真ん中のしのぶちゃんとギユさんとかで写ってるカードが好きです。はい、下に行くとちょっと今飾れなくて箱が置いてあります。箱をどかすとねずことファイルが飾ってあります。この柱のファイルもとても可愛いですね、ごちゃごちゃ。そしてここのファイルですね、これはアミアミ商店街で購入したファイルです。しのぶちゃんとねずこちゃんですね、モダンなファッションしてます。はい、ここのところに来ると、これもトップ10で紹介したアクリルのスタンドのこれは、これはなんかどっかで買ったやつにしのぶちゃんの写真を入れました。可愛くてこんな感じで飾ってあります。もっと増やしていきたいなと思います。ちらっとここに両名がいるのもいいですね。はい、次はここですね、屏風が飾ってあるんですけど、ここが一番この押し入れの中でお気に入りの場所なんです。このギユシノのアクリルスタンドとかですね、豆コロリンとかもちコロリンとかですね、ここは個人的に気に入ってるゾーンで、しのぶちゃんとねずこの屏風が置いてあります。こんな感じです。この缶バッジたちは今度上にまたこっちの方につけたいなと思ってます。これですね、寝てるねずことうとうとしてるかなと見てるサビトですね、すごい可愛いと思って飾ってます。ラムですね、レムがいないんですけどラム飾ってます。はい、これはこれも同じくトップ10で紹介したフィギュアですね。ちょっと横にいるこのやつはなんかガチャガチャで撮ったやつでちょっと映しました。はい、こっちは鬼滅の刃あんま関係ないんですけど、まあ、好きなものが飾ってあります。プリンセスも好きです。でこっちに来るとこの炭治郎のイヤリングなんですけど飾ってあります。これです。これはおやすみオンザケーブルのしのぶちゃんと、あ、こっちがあるかな、でこっちガチャガチャの方のやつです。とても可愛いです、飾ってます。はい、こっちはこんな感じですね。ヒロアカも好きなので、あのおちゃこちゃんとかつゆちゃんとかも飾ってあります。ちらっとこんな感じですね。ここは煉獄さんのファイルですね。可愛くてかっこいい飾ってます。このシールは可愛いので飾ってます。すごい可愛いですよね。公式じゃないですね。はい、この下敷き、これはねまたトップ10で紹介した下敷きで、未だに全然使えてないです。このファイルは雑誌の付録でついてて可愛いなと思って飾ってます。はい、次はねこのポストカード、このポストカードも飾ってます。可愛い飾ってます。ちょっと画面は、はい、これはあの向こうのコルクボードのやつ紹介した時にあったしのぶちゃんのやつと同じくのポストカードです。カナオのポストカードです
ね、かわいいです。かわいいので飾ってます。これは手作りで作ったやつですね。蝶です。ここはしのぶちゃんの香水ゾーンです。ここもいい匂いする見るだけでいい匂いします。はい、こんな感じで私の押し入れの中は終了です。こんな感じでもうちょっと集まっていくといいなって思ってます。はいはい、今日は壁に飾ってあるこちらしのぶグッズを紹介していきました。まだまだ欲しいグッズはあるんですけど、ゲットしたら紹介していきたいなと思います。今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントも待ってます。待ってます。バイバイ。またねー。